ちょっと教えていただければと思います。私自身、まあ、基本的にはエリート官僚として仕事をしてましたからね、政権が掲げた政策をいかに効率よく実現するかということが私の仕事で、そのこと自体にはプライドを持っていたつもりなんですが、しかしこのイラクの話だけは何か違うなという思いがあって、そして退職したらぜひその検証をしなければいけないと思って、この中でいろんなものが見えてきたと自分で思っています。それが私の一種のそのさっきの、精神的なリカバリーにもなっているし、それから何ておっしゃいましたか、リパレーション、そう、私自身のリパレーションという意味もあると思ってますが、その観点から私はその日米安保も必要だと思うし、自衛隊も必要だと思うし、自衛隊のことも大好きですけれども、やはりその政策、政府の方針、方向が間違っているものは間違っている、政府にいた人間だから分かる間違いをしっかり指摘 していかなければいけないんだというふうに思います。で、一番の問題の根源は、私自身イラク戦争を支持していましたし、サダム・セインが大量破壊兵器を隠し持っていると確信していました。なぜそういう発想になっちゃうか、やっぱりアメリカについていくしかないというね、日米同盟と言った途端にそこで思考停止してしまうという、当時のというか今もそうです、政治家も官僚も含めて日本の最もベストアンドブライテストであるはずのソサイエティの中にそういう感覚があって、そこから物事が出発するから、決してそれはその日本にとって建設的な方法で答えは出てこないわけですね。で、一つ、柴田さんからの質問ですけれども、当時日米同盟は、まあ、そのイラクに自衛隊を出すことはブーツオンザグラウンドというふうに言われておりました。つまり同じ土地で、兵隊を出して軍事的な脅威を共有することによって本格的な同盟国になった、そして日米はベタザンエバーな同盟関係になったとこう言われてました。過去のどの時期よりも素晴らしい同盟関係だと言われた。しかし一方でそんなことがいつまで続くんだろうか。アメリカが対テロ戦争を続けていく限り、日本とヨーロッパはその後始末のためにずっと後をくっついて、イラクだろうがどこだろうがやらなければいけないのかという、そういう疑問というか倦怠感というか、そういう感覚が当時自民党の中にもあったんですね。で、ところがやはりその日米同盟が最大の目的となってしまった発想からすると、アメリカがさっきのそのカウンターインサージェンシーというか、ペトレアス将軍の新しいドクトリンがある程度成功して、イラクが表面上安定しだすと、今度はアフガニスタンが大問題になっていた時期が2008年ぐらいだったと私は思います。その時にアメリカから来た話は、もうイラクはいいからさと、アフガニスタンの PRP というか、アフガニスタンの復興チームに自衛隊を出してくれないかという話がアメリカから来ました。そしてその時の言い方は、イラクのようなシンボリックなものでなくてさ、もっと実質的なね、仕事をやってくれないか、例えばヘリコプターを出すとか PRP のチームに一個中隊を派遣するとかという、そういう話で来たんですね。ところがもうご案内のように、その時には前の年の参議院選挙で自民党が負けて、もうねじれ国会になって、そういうことをするための新しい法律なんかとても作れなかったわけですね。私と福田総理の意見は、こんな状況でそんなことできるわけないじゃないかということだったんですが、外務官僚を中心に、まあ、防衛省もそうでしたけれど、このままではブーツをつかむアメリカと一緒に肩を並べるということ、そういう形の日米同盟が維持できなくなるという
ことを非常にそのオブセッションのように何かを続けなければいけないという感覚はあったんですね。ところが効果不効果、その年の秋の大統領選挙で、ブッシュに代わってオバマが当選してしまうものですから、太平洋戦争協力の話は一切なくなってしまったというのが状況なんですけれど、やはり今の日本の防衛政策を考えるときに一番このポイントは、日米同盟が唯一守るべき最高の価値である手段であるということしか発想がない。そうすると沖縄の地理戦でどんな結果が出ようが、抑止力である以上海兵隊は沖縄に置くべきだとか、でこれが将来進んでいけば、日本というのは、私イラク戦争の検証の中で調べたんですけど、アメリカの武力行使に一度も反対したことがないんです。日本政府というのはね、フランスはいい友人であろうと思うがためにアメリカに対して間違ったことを間違っているというふうに言うんだというふうに言ってた。しかし日本政府はアメリカにとっていい友人であろうあらんとするために、アメリカがやろうとすることにはどこまででもついていくという姿勢であったわけですね。そういうところを改めていかないと、本当にこの国の将来というのは、大変おかしなものになってくるんじゃないか。やはりさっきも申し上げた日本ならではの世界への情報発信の仕方というものを改めて考えなければいけないということだと思います。どうもありがとうございます。それでですね、ちょっと TRT という言葉が耳慣れない方もいらっしゃるかと思うんですけども、これは地方復興チームというもので、日本語に訳すると、簡単に言うと軍と民間の共同の人道復興支援というような言い方ができるんじゃないかなと思うんですが、ちょっとですね、谷山さんにこの件を含めてですね、お聞きしたいんですけども、まずその、実際のところその、アメリカからですね、今回、イスラム国への対応に関しても日本に人道復興支援を、協力してもらいたいというね、言い方が言われて、ちょっとそれどういうことが起こりうるのかみたいなことだとか、実際その巡る議論があればちょっと教えてもらいたいのと、あとその果たしてその、PRT に関してその NGO 側としてはどういうふうに考えているのかという、ちょっとその辺の話を教えていただければ。2008年に日本政府はアフガン本土へ自衛隊を派遣するか否かの検討をしていらっしゃいますけどね、2008年ちょうど。で、その時にアフガニスタンにいた NGO だけではないんですけども、職員の個人情報が外務省に保有されていたという事実があります。そして、当然今情報公開を求めているんですけれども、私などの名前もある可能性がある、はい。でこれはですね、外務省が持っていることはいいんです。当然、住民届けといいますか、滞在届けを出しますので、ね、だけどそれをが自衛隊じゃない、外務省にというのは、これは大臣の正式な所管が必要だということがありますけれども、なかなかそれが出てこないので、ひょっとしたら、こういう正規の形での情報流出がなかったと、提供がなかったということに対して、今 NGO が、外務省に対して、防衛省に対して公開質問状を出しています。で、ちょうどその時は同じように私たち危機感を持っていたのがですね、安倍首相が NATO の首脳会議でTRP への参加も検討するという、そういうスピーチをしたんです。で、もし TRP に自衛隊が
派遣する、されるということになったらば、先ほど私が言ったようなアフガンの人たちの認識は一変します。それに対しては、平和運動というレベルのものではなくて、現実に現場で活動する者の立場から極めて危険なので、慎重に検討してほしいということを連盟の書簡で、安倍首相に出しています。これは NGO 連盟の書簡です。いろんな現場で活動している、そのぐらい危機感を持った。普段そんな政府に物を申すという NGO ではないのに、その書簡には参加しているというぐらい、おそらく復興支援というのもいろんなやり方、レベル、その現地が置かれている政治的な状況ということがありますけれども、少なくとも戦闘のまだ和平協定が結ばれていないような状況で、あるいはテロリストと名付けている和平協定は視野に入らないわけですから、永遠の戦争をしているところでですよ、たとえ人道支援、復興支援といえども、軍隊を派遣することは極めて危険です。その、テロだとか言われるのは一方的に、そもそも本当にテロなのかということも含めてですけれども、その状況を根絶するための、あるいはせめてのリスクを低減するための支援って、どこまでできるのかということを本当にギリギリと、代案を出し続けていかない限り、一気に巻き込まれていく恐れがあります。で、日本はテロ支援という名のもとで、これは集団的自衛権で、なくても、あるいは国連の集団安全保障でなくても、そこの当事国が要請があれば自衛隊を派遣するということも含んだ閣議決定になっていますので、可能性としてはこれは大変危険ですよというふうに、イスラム国の場合もそのことがあり得るというふうに恐れました。ありがとうございます。そのイスラム国の対応をめぐってはですね、そのイラク戦争に対して批判的だった国もですね、これは何とかしないといけないというような、よりその対テロというようなことに関して、その、国際的な協調というのか、それともその、なんていうかな、同調圧力というのか、そういうようなものが広がっているかと思うんですけど。